はい、では続きやっていこうと思います。じゃあ前回の、戦闘からの続きですね。あなた方が犯した重大な背信行為について大司教より沙汰がある。王国領主の先導大修道院への侵入、大司教の暗殺未遂、聖廟の襲撃、余罪を調べるまでもないな、西方教会の皆さん。まあ、関係の中にはね、あの天帝の剣、まあ、剣が入ってたわけですよね。な、我々は西方教会などと関わりは、すでにあなた方の身元は割れている。見えすいた芝居はやめていただこうか。神聖なる儀式を汚したことは聖職にある者にとって万死に値します。もはや根性に救いの道はありません。潔くその命をもって罪をあがなうのです。死刑宣告やん。聞いていた計画とは違った。聞いていた計画、我々は騙されたのだ。何をブツブツ言っている。どう言い訳しても罪は変わらん。あなた方の魂がつつがなく主の身元へ帰らんこと。やめろ、我々を処刑するなど主がお許しになるはずがない。メギツネめ、こうやって幾人もの同胞を殺してきたのを知っているのだぞ。戦技は以上です。彼らを連れて行ってください。ねえ、ちょ、怖いって、レア様、本当に。ねえ、メギツネって言われてたし、やっぱりまあ恨まれるあの理由もあるんだろうな、この人が。というわけだ。暗殺計画も聖廟の襲撃も全て西方教会の仕業だったようだな、うん、まあでも我々のトップなわけだから、まあ逆らうわけにはいかないんですよね。襲撃を指揮していた仮面の騎士の行方は用として知れないままらしい。しかし西方教会はなぜこのような。セイロス教も一枚岩ではないということだ、ドゥドゥ。教団の運営はガルグマク主導で行われる。公会議の場でも西方教会の発言権は弱い。かねてから西方教会は中央教会への不満を募らせていたのだろうな。いや、案外あれじゃない、中央教会だけ孤立しててさ、もう周り、東西南北はもう連携取れちゃっててさ、もうなんだろう、今か今かと潰す準備をしてんじゃないの、中央。分からんけど。西方教会。ああ、そうか。先生は教会に一切近寄らず育ってきたとジェラルト殿が言っていたな。セイロス正教会はいくつかの教会に分かれてフォドラでの活動を行っている。最も大きな教会である中央教会はここガルグマクに本部を置き、西方教会はロナート教が兵を挙げたガスパール城よりはるか西、王国一の堅牢さを誇る城塞都市アリアンロットの向こう側に本部を置く。今回のことは西方教会が中央の権威失墜とレア様の排除を狙ったものだったのだろう。であれば当然騎士団は西方教会上層部の査問、いや討伐に乗り出すはずだ。とすると俺たちが任務を手伝うこともあるのでしょうね。8月の任務はそれっすかね。だが珍しい人だな、先生も。このフォドラに生を受けてセイロス教と関係せずに生きてこられたなんて信じがたいものがある。パパがさ、こう宗教というかね、この教団とかさ、教会と私を遠ざけたのもなんかちゃんと理由がありそうだよね。大司教様はなぜ先生を登用したのだろうな。うん、西方教会の人たちはみんなレア様に殺されてしまったんですよね。仕方ないことだわ。教えに背くのは決してやってはいけないことだもの。世界史でもさ、なんか中世とかだとなんかね、宗教とかっていうか、なんか教会がすごい権力を持っていた時代っていうのは習ったけど、まあそれと同じような感じなんでしょうね、このゲームの世界観も。相入れぬものは打つしかありません。ですが先生、私は。どうした、イングリッド、自分の考え言ってんやで。ここ、あー、ちょっと手数、大司教から話があるそうだ、来てくれ。へい。言論統制みたいなものだよな。大司教は生き延びたようだ。あ、なにこう、あ、仮面の人か。仮面の人とこのおっさんは。どもになど
元より期待はしておらない。ひどい。こうよ、秘宝と朗報がある。秘宝はセイロスの遺骸だ。棺にはそのようなもの、うん、何も入ってはいなかった。棺桶の中ね。朗報は、あ、そうそう、その代わりにあるものが棺に入っていた。あの天帝の剣だ。天帝の剣、私が持ってるけどいいのだろうか。おお、あの盗賊の、いや解放王の剣か。ん、盗賊。まあよい、手にしたのは新任の教師だごめんなさいね、新任でね。やはりと言うべきか。天帝の剣からは紋章石が外されていた。紋章石。うん、そうであろうな。剣と石、二つを一つところに保管するなどはありえぬ。だがその教師、天帝の剣の力を使ってみせたぞ。あ、なんか私の紋章と関係あるのかしらね、剣が使えたっていう。紋章石のない剣が赤き輝きを放った。あ、やっぱそうだね、紋章の適合反応。あれは紋章の適合反応と見て間違いない。なんだと？紋章石のない遺産を使えるはずが、いや、そもそも解放王の血筋はそのようなわけが。うん、しばらく泳がせておくぞ。 あの教師については情報が足りぬ。目つけられちった。それより、貴様に頼まれていた剣だが、死神を貸そう。うまく使え。あの死神騎士のことかな。なるほど、あやつか。次のバトルで倒すことになりそう。楽しみにしておくぞ。聖廟への侵入者を撃退し、天帝の剣を守ってくれたこと、感謝の念に耐えません。あ、はい。その天帝の剣は英雄の遺産の一つであり、教団の所蔵品の中でも最も貴重な品です。あ、はい。ですが、同時に恐ろしい武器でもあります。その剣はあなたに預けます。ただし使い方を誤らぬように。なんか使えないよね、耐久力もあるし。お待ちください。天帝の剣をこの者に託すとおっしゃるのですか？この者がたまたま剣を扱えたからとて、そうやすやすと預けていいものではないはずです。またネメシスのようなものが現れれば、大地は再び戦火に覆われるのですぞ。ネメシス？解放王ネメシス。千年以上前に聖者セイロスによって撃たれた人間の王だ。あ、なんかあの盗賊って言ってたよね、さっきあの出てきた仮面の人と一緒にいたおっさん。かつてフォドラが邪神に襲われた際、主はネメシスに天帝の剣を授けたという。ネメシスはその剣で邪神を退け、フォドラを救って解放王とあだ名されたのだ。しかしその後は力に溺れていき、ついには自ら邪に染まって聖者に撃たれた。あ、じゃあ私も邪に染まる可能性があるってこと？大司教、どうかお考え直しください。この者の資質をもう少し見極めてから。いいえ、私は確信しているのです。この者ならば邪に染まることはないと。お、なんか随分高く買ってくれてるよね、レア様ね。ネメシスの死後、誰一人として使うことのあたわなかった天帝の剣、長きにわたって封印されていたその剣を正しく使ってみせたのですから。わかりました、大司教がそう仰せならば。そういうことだ。大司教の信頼を裏切ることのないように。あ、はい。天帝の剣、解放王か。何やら分からぬ話ばかりじゃな。ソティス、なんか知らん？私にはあのレアというものの考えがさっぱり読めぬ、うん、私もです。なぜ最も貴重な品というその剣をお主などにホイホイと託せるのじゃ。確かに剣に選ばれたから。まあ確かにね。何やら得体の知れぬ企みに巻き込まれているのかもしれぬな。それに気がかりは他にもある。
前に見た英雄の遺産と天帝の剣にはどうにも気になる差があるではないか。その何という名じゃったかな。かカトリーヌ。そうじゃ、そやつが見せてくれた雷帝と違って、天帝の剣にはぽっかりと開いた穴がある。明らかに何かが足りておらぬのじゃ。それが紋章石ってやつでしょ。わしは分からぬことが恐ろしい。じゃがお主のことは信じておる。あ、出れたわね、あなたね。お主ならば何があろうと道を切り開いて行ける。そうじゃろ。ありがとう、愛してる。さて、よし、じゃあ次8月入るかな。お疲れ様でした。白雲の章、水雨の説。水雨の説。国風の塔。国風の塔。生い茂った草木を濡らす雨は時に烈風をまとい、時に霹靂とともに降り注ぐ。雲間から差す陽光に照らされた水雨はフォドラの大地を潤す恵みとなり、自然の厳しさを教える災いともなる。そして雨の通り過ぎた後には美しい虹がかかる。あ、そういえばあれだ、前回あれだね、支援会話見てないっすよね。あるかな、いろいろ追加されてたらちょっと見たいですね。さあ今のところね、まだねレア様に従ってますけれども、そのうちなんか裏切ることになりそうな気がするんだが大丈夫かな。シャドウ内で行ける場所が増えた。おー、やったー。お、だーあれ、あなたに依頼したいことがあります。あ、はい、何でしょうか。生徒たちと共に王国領へ赴き、ある族を征討してもらいたいのです。はい、彼らはファーガス貴族のゴーティエ家から英雄の遺産、破裂の槍を盗み出した。頭目の名はマイクロン。拝借されたゴーティエ家の子息らしい。なんで教団が。これは遺産絡みの問題。一領主の力で解決できる問題の範疇を超えているからだ。ほう。英雄の遺産は人の手に余る強力な武器、相応の戦力を持って臨まねばならない。わかりました。だが今西方教会の廃教者どもを粛清すべく、騎士団の主戦力は修道院を離れている。なるほどね。だからこそ英雄の遺産に対抗しうる武器、天帝の剣を得た君が適任と考えた。天帝の剣は遺産の中でも群を抜いて強力な武具。心配は無用だと思いますが、生徒たちにも危険が及ばぬよう大修道院切っての手だれを同行させましょう。改めて言っておくが、その剣を持つにふさわしい振る舞いを心がけてくれ。はい。それとハンネマンさんが君を探していたはずだ。ああ、ハンネマンさん、はい。後で尋ねるといい。以上だ。はい。今しがた、今節の課題について聞いた。はい。王国領での賊討伐か。すまないな、迷惑をかけて。これは王国の問題だというのに。気にしなくていいっす。そう言ってもらえると気が楽になる。ありがとう、先生。お？殿下、殿下ではありませんか。お？いや、ご無沙汰しております。ロドリグさん。お前、ロドリグか。ロドリグさん、久しいな。2年ぶりになるか。ええ、2年の間に見違えるほど大きくなられましたな、殿下。あ、この人が助っ人、もしかしてお知り合いでございますか。彼の名はロドリグ、父の古い友人だ。ほら、以前話しただろ。4年前に父が亡くなってからは、あ、はいはいはい、まるで本当の家族のようによくしてくれた。
よしてくださいよ殿下、恥ずかしいじゃありませんか。あなたのことはせがれのフェリックスからも聞いておりますよ。あー、はい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 、ロドリグ、フェリックスの父ちゃんね。お前が修道院を訪れたのはやはり九段の族絡みの。ええ、もはやこの件はゴーティエ家だけの問題ではありません。まあ、確か似てるかもな、息子と。族は我がフラルダリウス領に根城を構え、各地の村々で略奪を繰り返している。もう我々も協力は惜しみません。お二人ともよろしくお願いしますよ。はい。いや、よく来てくれたな先生。話は聞いたよ。天帝の剣の力を使ったと聞いたぞ。ついに分かった。それで紋章の正体、君の紋章の正体が確定したのだ。我が輩は君の紋章を目にしてはいたが、当初それが何なのか分からなかった。やがて我が輩はふと気づいた。見えているのは全体の一部に過ぎないのではないかと、ね、一部に過ぎない。すなわち君の紋章は大きすぎて通常の器具では観測しきれなかったのだ。え、はあ、いや、なんだろうな、紋章石がなくっても天帝の剣を使えたってことは、まあ、紋章石と同じような役割を果たしてるんやろな、私の紋章は。そうと気づいた我が輩は適合しうる紋章を調べに調べ、一応の仮説を立てるに至った。だがどうしても確信が持てず、これと結論付けた紋章が異質すぎたのだよ。解放王ネメシスより千年以上世に出ず、途絶えたとも思われていた紋章、炎の紋章。炎の紋章、それが君の力の正体だ。ホヤエンブレム、君が天帝の剣を使えたことで我が輩の仮説は真実であると証明された。高級の時を経て蘇った伝説の力、君がその力を宿していることにもはや疑問の余地はないようだ。おお、これタイトル回収か、ええやん。あ、お誕生日だ、マヌエラ先生か。いやー、ちょ、マナエラ先生、お世界開きたいんだけどね、どんどんどんお茶っ葉がなくなってきてるからな、ちょ、お花置くときます。じゃあ、お休みですね。さあ、この日は、あ、もう 99% みんな散策行かれてますね。じゃあ、支援会話見るか。お、シルバンと浮気だって、はい、え、いやいや、面白いことを言うもんだ。これまでもこれからも俺には君だけさ。その気持ちに誓って嘘はないぜ。けど君がどうしても俺なんかに付き合ってられないって言うなら仕方ない。あ、そうだ、もしよかったら紋章持ちの男とか紹介しようか。そんな言い方。あ、いやいや、これは純粋にただただ君を思って言ってるんだ。お前サルモのおわずスタイルなのか。なるほど。泣き顔を見るのは趣味じゃなくてな、君には早く笑顔になってほしいのさ。ビンタされそうだから。あ、お前女の扱いがなってないな。こんなところを覗いて楽しいんです。なんか物言いたげな顔してるけど、一応聞いておきましょうか。ひどすぎ。いやー、そこまで言わなくても俺とあの子の問題なんだからさ。いやいやいや、だいたい振った振られたなんてよくある話じゃないですか。あの子も他に女がいたからってあそこまで怒ることないだろうに。浮気されて何言っとるんやもん。可愛い女の子の辛そうな顔を見るのは答えるな。そんな顔にしたのはお前のくせによ。本当に辛いに決まってるじゃないですか。させ、慰めてくれても。女の敵やお前は。いや、この間いい茶葉をもらって、どうです、俺の部屋で。あ、冗談冗談ですって。まったく釣れない人だなあんた。
はあ、こういう男にはなったらあかんで、みんな。他いるかな、見れる人。あ、リシテアちゃん見るか。まったく、みんな私のこと面白がって全然平気。昼間と何が違うっていうの？怖いわけないじゃない。どうしたの？あ、お化け。じゃなくて先生。あ、あの、こんばんは。どこに行くの？あ、いえ、食堂に忘れ物をしまして取りに行くところです。あ、ついてこなくても大丈夫ですよ、一人で行けますから。ついていくつもりはなかったけど。え、あれ、そうなんですか。すみません、つい先走ったこと。いえ、会う人会う人みんなついていこうかって聞いてくるの。可愛がられてんじゃん。みんな私が夜に食堂まで行くのが怖いだろうって勝手に思ってるんです。失礼しちゃいますよね。私を何だと思ってるのかしら。それでは気をつけて。あ、ちょっと待って先生。よかったら少し歩きながらお話でも。食堂まで、その暇ですし。あ、もちろんお化けが怖いとかそういうことじゃありませんよ。本当に？いいよ。あら、先生も暇だったんですね。じゃあちょうどいいですね。素直に甘えればいいのに。何か話してください。黙ってたら怖いじゃないですか。そう言われても。正直に言いますけど、お化け怖いんです。夜の修道院なんてすっごく苦手なんです。わかる気持ち。だから何か喋りましょう。何か話題。あ、そういえば前から思ってたんですけど、先生はどの生徒にも同じように接しますよね。私のことも年下だからって特別に扱わないっていうか。先生のそういうところはとても良いなと思ってたんです。 ありがとう、嬉しい。年下？見ればわかりそうなものですけど、みんなより2、3歳下ですよ。2、3歳下なんてほとんど変わんないよな。もしかして私たちのことあんまりちゃんと見てないんじゃないですか。ダメですよ、先生が生徒に無関心じゃ。あ、私の忘れ物ありました。それじゃあ私は戻りますね。おやすみなさい。かわいい。よし。おー、みんなまた支援会話できるようになってね。あ、シルバンと B か。じゃあダーリン、シルバンとお話ししなさい。殿下。あ、また女絡みか。転がり込んできてどうしたんです？しばらくかくまってくれ。かくまってくれ。うん。お前にも責任があるんだからな。かくまう？まさか誰かに追われているとか。けど一体誰が？女性とだ。あ、ファンガールか。ディミトリファンガール。お前が女性を口説きに行けと言うから、ね、前回の支援会話の続きですね。やってみるって言ってやったんですね。あ、やっぱりろくなことにならなかった。 すみませんって。お前は約束通りきちんとそこを改めた。だから俺も答えなければと。いや、ディミトリ、それはダウトやで。さっきね、女の子を泣かせてたからな、私の目の前で。律儀に女の子を食事に誘ったら、なんでかその子に追い回されるようになったと。どうせ普段俺が言ってるようなことをそのまま言ったんでしょ。たとえ同じ口説き文句でも、真面目なやつの言葉ってのは本気で取られちまうもんだ。はあ、俺に女を口説くなど100年早かった。はあ、もうどうしたらいいんだ俺は。はあ、仕方ないな。俺が何とかしましょう。俺が殿下をからかったのが元凶なんだし、厳しい相手だがやりようはある。彼女の興味を
殿下からそらしてやればいいんだろう。あ、上書き保存すればいいんだな。今はその女の子はね、私のダーリンにお熱だけど、こいつがな、シルバンがその女の子口説けば、多分その女の子はシルバンに行くだろう。そういうのは、やれ。俺の得意分野だ。大船に乗ったつもりで待っててくださいよ。これは俺の無知が招いた結果でもある。さすがにお前に任せきりというのは。人間ってのには向き不向きがあるんですよ。何でも一人で解決できたら苦労しないけど、昔からあんたは何でも一人で考えて頑張ろうとするからすっ転ぶってわけだ。好きな子に探検あげた話だって前もって俺に言ってくれたら相談に乗ったのにさ。あれ、探検あげた話って、あれあれ、エーデルちゃんだっけ。あれ、ただ時間がなかったんだ。話を聞いたその日に国を立つというから。ああ、はいはい、そうですね。じゃあこれからはちゃんと相談してください。いや、エーデルちゃんとダーリンの過去気になりますね。だって俺たちを頼っていいんです。あ、俺が困った時は殿下を頼らせてくださいよ。シルバン、あ、その時は必ず力になると約束する。ファーガスの騎士は約束をたがえない。そうだろう。シルバン、すまん。ならば今回ばかりは任せるからな。王さ、これまで鍛えに鍛えた俺の技量をよーく目に焼き付けておいてくださいよ。ふんふん、もう支援レベルが B になった。待って、じゃああと何人か見て終わりにするか。じゃあドゥドゥ、ドゥドゥは誰と行ける。あ、アネットと行けるのか。これはドゥドゥ、この間はどうもありがとう。おかげで助かったよ。食事の時間にもちゃんと間に合ったし、美味しいってみんなからも評判だったし。少し手伝っただけだ。ううん、あり合わせの材料だけであんな豪華な献立をパーッと思いつくなんて。おお、すごいよ。私には絶対できないの。尊敬する。あ、全然すごいよね、潜在能力。いいやつだし。本当にうまい料理は食べたものを笑顔にするという。俺は殿下の笑った顔を見た。あら、そのためならば努力は惜しまない。うん、殿下一筋だもんね。私にはニコニコしながら食べてるみたいに見えるけどな、殿下も。でもあの出来で満足しないなんてすごい向上心だね。私もドゥドゥを見習ってこれからたくさんお料理の勉強を。誤解するな、お前の腕は決して悪くない。つまらん失敗をするというだけで。そう言われてもどうしたらいいのかわかんないよ。私おっちょこちょいで何をしても信じられないような失敗ばっかりする。料理をすればお鍋が爆発するし、お財布を忘れて買い物に行くなんて日常茶飯事。この間も左右別々の靴を履いたまま訓練に参加して笑われちゃったし。あれやな、確認不足やな。おじさんも私を見て信じられないってため息ばかりついてたっけ。お前は周囲が見えていないだけだ。火にかかったままの鍋はないか、うん、刃物はきちんとしまってあるかを見ろ。出かける前には持ち物を確かめ。そうそう、一度鏡の前に立て。そやね、そこまでしてもできないものは仕方ない。うん、失敗は誰にでもある。うん、ありがとう。ドゥドゥって優しいんだね。いや、めっちゃいいやつよ。顔が怖くてちょっと近寄りがたいなって思ってたけど、なんかダスカーの悲劇を引き起こした種族には見えないぐらいいいやつよ。ほんと、やはり俺の顔は怖いのか。いや、でも人間中身ですよ、最終的には。うん、もう少し笑ってみたらどうかな。口の端っこを上げてこんな感じで。わかった、努力はしてみよう。おお、いやいやいや。笑った笑った、いやいや。じゃああと一人見ますかね。じゃあフェリックス誰だ。あ、ドロティアちゃんと。へえ。あら、フェリックス君、こんな時間まで訓練？
精が出ますね。ゴーテンのなんか会話もあんま想像つかんな。もしもし。なんだ。よかった。返事をくれないから私の声が聞こえてないのかと思ったわ。用があるならさっさと言え。特に用はないけれど。でも今できちゃいました。訓練が終わったら食堂で甘いものでも食べません？デートの誘いや。断る。甘いものは好かん。ねえ、それに邪魔だ。話しかけるな。こんな可愛い子にね、おやつ食べに行かないと言われたら行くしかないだろう。何ですかその言い方。曲がりなりにも給油ですよ。犬や猫みたいに追い払おうとして。ちゃんとこっちを見て話して。うるさい。もう話してくれるまでここを動きませんよ。面倒な女だな。勝手にしろ。じゃあお言葉に甘えて勝手にさせてもらいますね。そういえば甘いものが嫌なら辛いものでもいいわね。確か今節は西方の香辛料が多めに入ってるって誰かが。フェリックス君は辛いものは平気かしら。甘いのも辛いのも両方ダメはないですよね。気が散る。気が散る。腹が減っているなら一人で食べろ。俺にごちゃごちゃと話しかけるな。やっとこっちを見てくれましたね。頼まれたら仕方ないから静かにしますよ。なんだ一体。ドロテアちゃんの中の中でなんか攻略してるようで攻略できてない、ちょっと微妙なラインを攻めてくるよなフェリックスは。ということで、じゃあ今回はここまでにしておこうと思います。じゃあ次回はこのね、アーシュ結構出てんじゃん。シルバン、イングリッドで、シルバンはアッシュとドロテア、メルセデスは、お、アネといいね、親友コンビで、アネットはメルセデスとドゥドゥは見たもんね。おお、じゃあイングリッドとアッシュの会話も気になるかな。よし、じゃあ次回は試合会話やってからの探索、散策かやっていきます。お疲れ様でした。